日程第16、諮問第2号、人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。秘書。はい、議長。はい。諮問第2号、人権擁護委員候補者の推薦について、提案理由のご説明を申し上げます。ご承知のとおり、人権擁護委員は、基本的人権の擁護と自由人権思想の普及・高揚を図るため、市長が推薦し、法務大臣が3年の任期で委嘱します。この度、瓜島雅子氏、朝倉圭司氏、安藤博夫氏が、平成30年3月31日をもって任期満了となりますので、公認委員の候補者の推薦について、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。退任されます瓜島雅子氏、朝倉圭司氏の後任に、伊郷恵子氏、塩谷義弘氏を新たに推薦しようとするものでございます。また、安藤博氏は、就任1期で今後の活躍が期待されるところから再任して推薦しようとするものでございます。三氏は人格知見高く、地域住民からの人望も厚く、広く社会の実情に通じており、本職に適任であると考えておりますので、ご賛同賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。これをもって提案理由の説明を終わります。これより質疑に入ります。質疑はありませんか？質疑なしと認め、質疑を終結いたします。お分かりいたします。本案につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略することにご異議ございませんか？異議なしと認めます。よって、本案につきましては、委員会付託を省略することに決定いたしました。これより討論に入ります。討論につきましては、運営規定に従い、省略することにご異議ございませんか？異議なしと認め、討論を終結いたします。それではお分かりいたします。諮問第2号、人権擁護委員候補者の推薦について、適任であるとすることに賛成の議員の起立を求めます。はい、起立者全員、よって諮問第2号は適任であることに決定いたしました。